スクリプトキリとは他人の制作したプログラムまたはスクリプトを悪用し興味本位で第三者に被害を与えるクラッカーの俗称である。1990年代後半からインターネットの普及に伴いネット上のアンダーグラウンドサイトにおいて流布された様々なクラッキングツールウェアを用い興味本位で第三者のコンピュータシステムにダメージを与える行為が頻発した。 こうした行為に出る者は本職のクラッカーからスクリプトを使うしか脳のないお子様という意味でスクリプトキリと呼ばれた。またスクリプトスクリプトには台本という意味もあるため他人の書いた台本に沿ってしか行動できないやつという意味も持つ。なお、ここで言うお子様とは一般的な子供の意味にとどまらず程度の低い人物全般を指す俗語である。競技においては 他社の制作したクラッキングツールウェアを使用するものを指すが、講義には一般に広く知られているセキュリティホールの悪用も含まれる。これらはその攻撃手法までも含めて他の受け売りに過ぎない自称ハッカーなども含まれるとされ、これらでは公開されている情報をもとに簡単な攻撃プログラムを書いたり、または既存の脆弱性検査ツールプログラムソースを 参考に攻撃プログラムを作成したりし、これを利用する行為も含まれる。ハッカーらは、興味本位やセキュリティ上の問題点を評価する上で、正しく使えば脆弱性検査ツールにもなり得る、クラッキングツールウェアを作ることはあるが、事故を除けば、他に損害を与える目的で利用するケースは、少ないのに対し、スクリプトキリはツールを使うことに目的があるため、実際に使用。 被害を出してしまうとされる。これらスクリプトキリは、クラッカーに憧れるティーンエイジャーが、クラッカーごっこに興じて起こした事件である場合が多く、2000年以降の、米国では、多数の未成年逮捕者を出している。その一方、これらのスクリプトキリの多くは、若年層でもあることから、工学的な興味を健全に発展させて、社会的に貢献できる。 優れたコンピュータ技術者に成長することを期待する人も多い。世界的に大規模な感染被害を巻き起こしたコンピュータウイルスのネットスカイとササー作者として逮捕された少年がドイツのコンピュータセキュリティ企業のサキュリーポイント社に雇用されるという話が報じられている。同事件の被害は甚大なものであったが、 同社はこの少年が反省しており、プログラマー見習いとして採用され、セキュリティ方面に正しい関心の向け方をするようになることを期待しての雇用だと説明している。ただ、大抵のセキュリティ関連企業では、過去に重大な被害を出した人間を忌避しており、これを好んで雇用するところは、稀と言える。なお、ウイルス対策ソフトウェア企業のソフォース社、グラハム・クラリーは、少年には、 セキュリティ方面ではなく、ウェブデザイナーやゲームプログラマーとして力をつけることを期待していると言う。また、その存在を社会的問題と捉え、コンピュータネットワークにおけるセキュリティ上の脅威と考える向きは、一つの社会現象として公式なセキュリティ用語として用いることも提唱されており、有名なツールによる顕著な攻撃パターンを検出する。 侵入検知システムの開発などといった実質的な部分での対策も進められている。ありがとうございます。